いやそれにしても最近無印良品が熱いな。まあ、前はユニクロと比べるとどうしても同じベーシックラインで、だけどもユニクロの方がちょっと今っぽさがあるからこっち選びがちだったんだけど、最近無印結構今っぽいんだよな。カバーオールも良かったし、プルオーバータイプのアイテムもいいし、なんか最近ちょっと暑くなってるような気がするな。そんな無印で何か春のアウターサクッと羽織れるものいいものないかなと考えてる皆さん、こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、無印良品の春のアウターでめちゃくちゃいいものをですね発見してしまったので、実際に購入してきましたので皆さんに全力でレビューをしてみたいなと思っています。まあ、冒頭にもお伝えした通り、最近無印良品本当に熱いです。去年ぐらいからかな、ちょっとテイストは変わりまして、従来の無印のアイテムというのはサイズ感で言うとすごく定番的で、正直ですね着ていてこうテンションが上がるというよりはベーシックで安心感のあるようなアイテムが多かったんですが、その空気感というものはですねちゃんと抑えつつ、そこにですね今っぽいサイズ感だとかトレンド的なアイテムをうまくミックスしてきてるので、最近の無印良品は見ていてワクワクするものが非常に増えてるんですね。その中でも結構今季のアウターでめちゃくちゃドハマりしたものがあったので、皆さんにご紹介したいなと思っています。それがですねこちらのアイテムなんですね。これオンラインで見つけてすごくいいなと思ってたんですが、実物を見たらさらに良かったので皆さんにご紹介したいなと思います。ヘンプコンシャツジャケットということで、サイズは M でですねミディアムグレーを購入しました。価格は6990円ということで、まだタグさえ取っていない新品の状態なんですが、これすごくいいので皆さんにご紹介ができればなと思っています。まあ、春といえばですねやっぱりライトめのアウターですね、皆さんも着られると思うんですね。冬の終わりぐらいに活躍するのが丈の長いステンカラーコートなんですが、もうちょっと気温が上がってきたら、僕も今着ていますがカバーオールだとかシャツアウターだとか、このあたりのアイテムが1枚あるとすごく便利なんですね。 T シャツの上に着てもいいし、シャツの上にさらりと着るのもいいかなと思うんですが、このジャンルの中でちょっと無印らしくないなと思うアイテムが出たんですね。まあ、こちらのシャツジャケットに関しては、まあ、生地の雰囲気としてはシャツ地のようなライトな風合いになっているんですが、見ていただいての通りデザインはアウターっぽい仕上がりになってますね。まあ、ミリタリー感のあふれるようなディティールも満載なんですが、まあ、このジャケットがですね無印良品の定番から発売されるというのは結構驚きなので、今回は実際にこちらを着ながらですね皆さんにコーディネートも含めて徹底解説をしていきたいなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべく分かりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速行ってましょう。はい、ということで実際に着てみましたがいかがでしょうか。もう着た感じからしてですね、もう僕の大好物な雰囲気で、個人的にはめちゃくちゃ気に入っています。まあ、正直ですねオンラインサイトで見つけたんですが、割と分かりやすい位置にあるというよりはですね奥の方を覗いてみたらたまたま見つけたという感じで、そこまでですねまだ気づいてない方も多いかなと思うんですが、これめちゃくちゃ名品だと思います。まあ、先日は無印良品のカバーオールですね皆さんにご紹介しましたが、まあ、正直それもすごく良かったんですが、個人的にはこっちの方が好きなぐらいですね非常に気に入ってるアイテムなんですね。まあ、ちなみにですね僕は身長164センチ53キロと小柄な体型なんですが、今回は M サイズを選びました。無印良品ってアイテムによってサイズ感全然違うんですね。 M を着ても結構コンパクトだな、ワンサイズ上げないと難しいかなと思うアイテムも少なくないんですが、こちらに関してはトレンド感あふれるようなボックスシルエットで、肩のラインもですねちょっと落ちています。結構サイズ感ゆとりがあるので M で十分ですし、まあ、人によっては僕ぐらいの体型だったら S を選ばれる方がいいんじゃないのかなと思うぐらいですね今っぽい仕上がりになってるんですね。まあ、デザインのベースとしましてはミリタリーライクな雰囲気ですね。まあ、ポケットの付け方です。胸に2つと腰に2つついていまして、フラップいわゆる蓋がついているようなデザインになっています。まあ、僕はこのようなデザインのシャツ結構好きで、まあ、いろんなブランドのものを持っているんですが、中でもレミレリーフというですね
日本のブランドがあるんですが、そこがビームスとですねコラボレーションしているシャツがあるんですけど、まあ、こちらを見ていただきたいなと思うんですが、これが個人的にめちゃくちゃ気に入ってまして、散々着まくって着倒しちゃったやつがあるんですね。それとですねデザイン的にはすごく近くてですね、フラップ付きのミリタリー感あふれるようなアウターになってるんですね。で、人によってはですねこのポケットの数が多くてちょっとうるさく感じるかなと思うんですが、個人的にはこのミリタリー感あふれる雰囲気だとか、ちょっと男臭い感じというのがすごく好きなんですね。このようなポケットが多いアウターもミリタリー感満載のオリーブとかでやってしまうと、よりこう男臭さが際立ってしまうんですが、こちらは素材はですねリネンとポリエステルが混合されているわけなんですが、適度にですね自然なシワがあって柔らかい風合いが出てるんですね。そしてなんといってもこの色ですね、ミディアムグレーのカラーがすごく上品なんですね。まあ、ミディアムグレーという表記なんですが、個人的にはちょっとこうグリーン味を感じるような曖昧な色合いに仕上がっていて、ここに品を感じるんですね。ゴリゴリのオリーブみたいな色ではなくて、ミディアムグレーにちょっとグリーン味が感じられるというところが非常に品がよく見えるので、このようにポケットが4つついているんですが、そこまでですねうるさく感じないようなバランスのいい仕上がりになっているかなと思います。そしてアウターのデザインではあるんですが、シャツ感覚で着れるようなこのライトさですね、これも非常に便利なポイントかなと思ってまして、まあ、これから先どんどん気温が上がってきた時に半袖の T シャツの上に着て腕まくりをして着るなんていうのもすごくバランスがいいかなと思うんですね。今僕は長袖の T シャツ着てますが、半袖の T シャツを下に合わせてちょっと腕をたくし上げながら着てもらっても手首が見えるのですごくバランスもいいし、これは非常に使いやすいなと思いますね。人によっては結構真夏のちょっと手前までは着れるんじゃないのかなと思うぐらいですね、すごく便利なシャツアウター風のアイテムかなと思っています。価格も6990円っていうのは結構驚きで、セレクトショップのオリジナルとか場合によってはこうドメブラとかでやりそうなぐらいですね、デザインもバランスが良くて素材の質感もチープさ一切ないし、こんな綺麗な色を出してくるというのはかなり驚きだったので、ぜひ、ファッション好きの方にもですね見ていただきたいような名品のシャツになってるかなと思います。今日はこちらのアイテムを使いながら具体的に全身のコーディネートもこの後お見せしたいなと思うので、ぜひそちらもお楽しみいただければなと思います。はい、ということでここからはですね全身のコーディネートを皆さんに解説をしたいなと思うんですが、先ほどから着てる着こなしがまさにですね個人的に一番リアルでしそうな着こなしかなと思うので、皆さんに解説ができればなと思っています。まず一番上に着てるのはこちらの無印良品のシャツですね。このアウターを着まして、その内側にはですねボーダーのカットソーを着ています。僕はこのようなボーダーを春に着るのがとても好きなんですけども、このですねミリタリーライクなシャツですね、ポケットが4つついていてちょっと男臭さがあるようなアイテムなので、その内側にはボーダーのカットソー、こういったものってちょっとカジュアルでちょいゆるな雰囲気があるんですね。ですので男臭い雰囲気をうまく中和するという意味でボーダーのカットソーを内側に入れています。これボーダー着ていますけども、白 T だとかプリント T シャツみたいなものでも全く問題ありません。僕もですね自分でよく使っているのはこういった白系のプリント T シャツなんですが、これを内側に入れていただいてもバランスはいいかなと思うので、そのあたりは調整していただくといいかなと思います。でボーダーのカットソーは一応ボトムスにタックインする形で、今っぽく着てあげるとサイズ感もゆとりのあるアウターではあるので、すごくバランスがいいんじゃないのかなと思います。そしてボトムスに関しては色を引き締めるという意味でいつも通りブラック系のパンツを合わせています。で僕アウターがちょっとゆとりがあるので、ボトムスのシルエットもタックワイドパンツだとか少しゆとりがある方が個人的には好きなので、そんなに細くないものを合わせていますが、ユニクロのスマートアンクルパンツとかのようなテーパード型のボトムスで引き締めてあげるのもバランスはいいかなと思います。で色味としてはそんなに明るいような全身ではないので、足元は白系のスニーカーですね、ジャーマントレーナーを合わせています。アウターがちょっとミリタリーっぽい雰囲気があるので、白レザースニーカーの中でもちょっとミリタリー感のあるジャーマントレーナーで雰囲気をちょっと似せてあげるとですねよりハマりがいいかなと思うので、このような形でコーディネートしてみました。これはすごく使いやすいコーディネートかなと思うので、ぜひ皆さんも参考にしていただきたいなと思いますし、春だけではなくて、夏が過ぎて秋なんかにもボトムスがブラックなので、このようなスタイルハマりがいいかなと思うので、ぜひ皆さんもトライしていただきたいなと思います。続いて2点目のコーディネートに着替えてみたいと思います。
はい、続いて2つ目のコーディネートなんですが、雰囲気がらりと変わったかなと思います。まず一番大きな違いなんですが、先ほどはボトムスがブラックだったんですが、今回はホワイトのボトムスを合わせています。まあ、ミディアムグレーということで、ブラックに比べると重たすぎない色ではあるんですが、やっぱりどちらかというと暗めの色合いなので、ボトムスをブラックにすれば引き締まって、これはこれでバランスがいいんですけども、ちょっと春らしさというところを出したいのであれば、ホワイト系のパンツとかで明るさを出してあげるのがいいかなということで、今回はオフホワイトのパンツを合わせています。まあ、コントラストを上半身と下半身でしっかりと出したような着こなしになっているので、まあ、ぜひトライをしていただくといいかなと思います。そしてシャツアウターの内側なんですが、バンドカラーの襟型のですね、シャツを入れています。今回はインディゴブルーのですね、シャツですね、これ自分のブランドで作ってるやつなんですが、こういったものを合わせることで、上半身は割と濃いめの色合いにして、ボトムスで明るさを一気に出すような着こなしにしています。まあ、こちらのシャツアウター自体に襟がついているので、まあ、ここに襟がついて、内側もレギュラーカラーとかだとちょっと場合によってはうるさく感じるので、襟元スッキリのバンドカラーシャツですね、今は僕はデニムっぽいカラーのものを着ていますが、ストライプ柄とかもいいと思いますし、ブルー無地とかでもすごく相性がいいかなと思います。またはですね、バンドカラーシャツを白にして、そしてボトムスはブラックで引き締めという着こなしもできるかなと思うので、このトップスに関してはボーダーのカットソーとか無地の T シャツみたいなもので合わせるか、もしくはバンドカラーシャツで合わせるかというところで、バリエーションを2つぐらい持っておくと、結構着こなしの幅が広げられるんじゃないのかなと思います。で、足元に関してはホワイトのボトムスなので、ニューバランスのこのようなグレー系のスニーカーで今回は合わせてみました。このような形でちょっとカジュアルな着こなしを作ってもですね、結構ハマりがいいかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんですね、こちらのグレーのですね、ミニタリーライクな無印のシャツトライをしていただければなと思っています。いやー、いかがでしたでしょうか。皆さん、今回の動画では無印良品の新作となるヘンプコンのシャツジャケットをですね、全力で解説をさせていただきました。非常に完成度が高くて、個人的にも今期の無印良品の中で派手さはないけど最も気に入ってるのがこちらのジャケットかなと思います。デニムのカバーオールもすごく良かったんですが、結構いろんなブランドからデニムカバーオールが出ていまして、僕もですね、今回着てるものはオリジナルになるんですが、本当にいろんなものを所有しているので、まあ他でも見つけることができなくはないかなと思うんですが、今回のシャツジャケットに関しては割と他では出してないようなテイストなんですね。リネンが混ざっていて、少しこうリラックス感のあるような風合いなんだけども、色が圧倒的に美しくてカジュアルに見えすぎないというところ、そして価格帯も抑えめというところでは、他にはないような差別化ポイントがしっかりと抑えられているので、これはですね、非常におしゃれが好きな男性にも刺さりやすいアイテムかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、店頭でチェックをしていただきたいなと思います。意外とですね、僕の地元のですね、無印良品にはこちらの商品置いてなくて、新宿店でようやく見つけることができたので、まあ、どこの店舗にも置いてあるようなアイテムじゃないかもしれないんですが、探してでもですね、試着する価値はすごくあるかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。まあ、僕自身もこれからの季節ですね、まさにシャツアウターが主役になるような季節なので、いろんな着こなしの中で試してみたいなと思うので、ぜひ皆さんもご活用いただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは、大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべく分かりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなか取り扱わないようなセレクトショップのオリジナル中価格帯以上ですとか、あとはドメスティックブランドですとか専門ブランドのアイテムに関しては、僕がもう一つ運営してますYouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね、週末にライブ配信をしていまして、皆さんからいただいたご質問に直接お答えする形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方はですね、動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですね、ゆっくり動画を見る時間がない方のために、オンラインサロンというものもやっています。こちらは動画ではなくて文章と写真ベースでおすすめのアイテムですとか、僕自身が実際に買ったものをどんどんご紹介しています。僕もですね、ほぼ毎日記事を書いていますし、僕以外のスタイリストや専門家も記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも気軽に記事を書くことができるので、おしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっていますので、こちらも気になる方は概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。